はい、お疲れ様です。山です。ボイスオブカードドラゴンの島続きやっていきます。さあ、一番奥に来たでいいんだよね。はい、まあ数々の隠し扉を、ぶち抜いてきてきましたと。はい、じゃあ行きましょう。うん、ボスかな。セーブができないんだよね。この階全体が強大な力で覆われているようだ。うん、強大な力のおかげでセーブができないと。さあ、ボスだとは思うんすけど、シロクがいるんだよね。で、白旗たちの3人組も先に行ったよね。だから、4対1とか？シロクとはそもそもでも目的は違えてないで、いや、どうなんだろう。ここをぶっ壊すみたいなこと言ってたもんね。ってなると、メルブルが直せないから、もう事情を話せばね、お。砂？祭壇があるね。シロクのそばに、白の教団の三人組が倒れている。ええ。こちらに気づいたシロクは、軽く目を向けると、なんだ、君たちかと言った。なんという。ああ、破壊するんだよね。目的。お前の目的は何だと、君は白くに問う。ここは霊廟の心臓部。白の教団がドラゴンを幽閉して、竜の涙を採取していた場所だという。竜の涙は自然の摂理をねじ曲げるほどの魔力を有した液体だが、白の教団は独自技術でそれを薬に加工していたそうだ。やはりここにはメルブールを治せる竜の涙がと思う君をよそに、白くは続ける。俺は薬が憎かった。父と母を殺した薬が。君は白くも自分と同じような過去を持っていたことに驚きを隠せない。薬に恨みを持つ白くは教団内部に潜り込み、その根源を断つことを企んだ。そして教団の上層部にまで上り詰めた白くは、薬の根源がドラゴンであることを知った。以来白くはドラゴン殺害の機会を伺っており、先の火山でようやく念願叶ったというわけだ。あとはこの場所を破壊すれば、ドラゴンの薬によってよどんだ世界は再び本当の姿を取り戻す。シロクは祭壇の前でブツブツと呪文を唱え始めた。何かの儀式だろうか。シロクを止めなければ霊廟は破壊されてしまう。そうなれば竜の涙も入手できなくなる。しっかり準備を整えて。はい。ああ、そうなんだ。事情を話せばみたいなのはもう厳しいのかな。白の教団の3人組は生きているようだが、力尽き床に這いつくばっている。そうか、やるか。いや、うん、そうだね。はい、まあ分からなくはないんですけども、今はねこっちも事情がありますからね。はい、準備はまあいいでしょう。君は白くの儀式を制止しようとした。すると倒れていた白の教団の白旗たちがよろよろと起き上がった。白旗は
シロク様、どうしてと動揺を隠しきれない様子だ。我々は利用されていたのかと、ブランはシロクへの不信感をあらわにしている。白磁は、あなたの行為は白の教団の教えに背いていると、白くを糾弾した。白くは、全く意に介さない。それどころか。お前たちは、我が目的のために利用したまで。すべては、薬を根絶するために。そう言うと、白くは再び儀式に集中し始めた。生還はしないよね。ね。下がーとかってまでしか見れないから、で、暴発しちゃう可能性もあるから、見すぎるとね。なので、このまま行こうか。君たちは儀式を止めようと、白くに向かおうとした。するとその時、白羽が君たちの前に立ちふさがり。ん？白羽は、手で君たちを制止すると、あなたたちの力では彼を止められないと言った。シロクは白の教団内でも突出した戦闘力を誇る聖騎士だと。でもとクロエが白羽の手を払おうとする。我らも共に。お、シロクはこちらに振り向くと、うるさいハエどもめ、邪魔だと一喝した。シロクがこちらに襲いかかってきた。こちらは数で勝っていますが、油断は禁物ですよ。はい。ん？どういうこと？どういう感じなのかな？6回行動できるってことかな？はい、パラメータはまあ強いけど、どうしようもないほどではないよね。まあまあまあ、HP はでかいけど、まあやっていくか。白くはね、別にね、悪くはないんですけどもね。薬でドラゴンも傷つくし、人もね、傷つくしで、それを止めようとしてるんだよね。だから悪くはないんですけどね。ただまあ、悪役ポジションになっちゃったね、なんか。うるさい、ハエどもめ、つって。あ、やべ、毒通らないのかな。あ、でも弱点だ。封印来たか。あ、でもまずいね。お？おう。おほほ。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。そっか。あ、いいね。NPC 操作の3枚はね。6、6体で挑む感じですか？いいね。じゃあ、やるか。どうしよう。リジェネレートつけといて。うん。で、マッスルハーブ。あくまでも、戦闘に、ん？敵の攻撃を受けるのは、私たちですけども、みたいなね。はいはいはい。OK。まあ基本はポイズンアロー。毒が入ればいいんですけども。あ、いいね。うん。避けた。今んとこそこまで強い、
強いとは感じてないんですけど。はい。いいよ。いいよ。ずっとこんな感じでやりたいんだけど。はい。控えメンバーは NPC として参加するみたいな。あったらいいのにね。で、体当たり。うん。多分 HP 減ってきたらなんかあるでしょうね。フルスイング。はい。もう3分の1は。ジェムがすげえ。デストロイなんとか使えるんじゃない？デスミラージュの後にさ、メルブールのね。あれ終わった？あ、惜しい。ここで封印か。うん。そうか。後ろのメンバーかん、あ、ありがたい。いいな、でもこのシステム普通に欲しいんだけど、機械メンバーがっていうのはね。はい、終わりかな。でもこれで終わりじゃないよね。本気になったシロクがみたいな、あるんじゃないの。上がってく。お？ん？一応読んどこうか。先にね。かつて教団の門を叩いた少年はめきめきと頭角を現し、稀な若さで白騎士の称号を与えられた。うん。その人柄にも人望が集まっている。はい。両親を殺した薬と、それをばらまいて利を得る、白の教団への憎悪。内に秘めたどす黒い感情は、彼を立身出世させる原動力となった。そっか。うん。憎しみがね、力となったと。はい。どうなんだろう。満身創痍の白くが横たわっている。君はもう諦めろと白くに言った。すると白くは懐から竜の涙を取り出し、ん？こいつの力に頼らざるを得ないとはと言い、竜の涙を飲み干した。白くの肉体が異形へと変化していく。君たちの頭の中に誰かの声が直接響いてくる。何も生きぬ世界、何も死なぬ世界、我がこの世界を汚れなき白に染め直そう。我は白の意志なり。ん？おお。そうだよね。まだ終わんないよね。白の意志。はい。ちょっとニーヤとのつながりを意識しちゃったんですけど、か、ん？な、そんなことはあったっけ？
ね、白とか黒とか言われると意識しちゃうんですけど、はい。攻撃と防御は変わってないけど、HP が大幅に上がってますと。で、あとスキルも多分ね、増えてますよね。さあ、とりあえず毒を入るかな。状態上入んない気もするけど、あ、変わんないんだそこ。どこ？わお。はい。そうか。どうしようか。で、全体防御上げといて、体力回復はまだ大丈夫だと思う。で、リジェネレートつけとくか。タフにしとこう。ん？あ、そっか。ん？そっか。あー。自身の強化もどっちか一個なんだ。今気づいた。だからマッスルハーブがリジェネレートで上書きされちった。で、敵が今めっちゃ硬いということで。1か。はい。さあ、ミラクルハート使っとこうか。恥ずかしいね。6人ではやってくれないんだ。はい。殴って、このターンはね、普通に、ジェムを稼ごう。後ろのメンバーもクリティカルあるんだ。やべ。光が4追加。大ダメージを食らう可能性があると。で、デスミラージュは使えないよね。2倍のダメージ。うん。まあまあ。5。やべえ。連続して食らうとやばいね。さあ、まだ回復は置いといて、チョップ。チョップで3回復するしね。じゃあ、デストロイ。攻撃を25追加しダメージ。うん、結構効くんじゃないですか。お、やべえ。あ、自分たちにもこうなった責任の一端はある。白羽たちは3人の力と魔力を全て集結させ渾身の一撃を放った。白羽たちの攻撃が直撃した白の意志は動かない。だが君たちの頭の中に聞き覚えのある声が響く。我は認めぬ。この世界を、この抗いを。白の意志は再び動き出し、巨大な翼を広げた。
力を使い果たした白羽たちは戦線から離脱した。再び動き出した白の意志は雄たけびを上げると君たちに襲いかかった。おー、すげえ。え？あ、翼。なんだこれ、カードゲームやってるみたいになってきたね。すげえ、複数のカードで一体を作るみたいな。面白いけどね。っていうか、第三形態まで出してきたらラスボスじゃないのこれ。主人公外したまんまなんだけど、マジかこれ。あーで、しかも、白の三人組いないもんね。どうしようか。まあ弱そうな右翼からやっていきましょうかね。あ、でもそれぞれ違うんだ。はい、真ん中は総合的に強くて、こっちが防御は低いんだね。オッケー。状態異常。ランダムな。レジスト。うわ、吸血。ちょっと待って、そっか、さっきの戦闘の回復がまだできてないのか。ちょっとまずいなぁ。マッスルハーブ。うん。防御上げといて。で、ジェム追加しようか。めっちゃある。めっちゃあるな。翼は状態異常を仕掛けてくるのね。うわー、回復できなくなった。まずいな。これ解けないよね。呪いってさ、持ってないんだよね。あ、あったわ。ちょうどあったわ。そうね。いや、リリーは殴ろうか。いや、リリーは回復しようか。呪いを回復。いや、でもな、すぐ仕掛けてくるからな、呪いを。呪い状態異常ね。だったら全力で、まずは左右を壊すべきなのかな。いや、ここは、状態異常回復しとこう。呪いを、うわ、回復とかあんのか。玉光。おい。このターンは光属性のダメージが減少するんで。おい。30、いいね。回復のクリティカルはありがたい。さあ、デストロイ、見ちゃおう。見ちゃおう。決まんないけど、まだ。マジか。これミスとかあるんだ。やるでしょうけども。すげえ、3ターンぐらい経って、まだ、ほとんど何もできてない。やべえ。いいね。これは封印か。
吸血。さあ、これはどうしようか。殴るか。はい。で、3。実際攻撃を仕掛けてくるのは真ん中のやつだけだから、そうでもないかもね。あ、溶けた。やばい。あ、やべ、そっか。封印なんだ。あ、いや。で、壊しとこうか、先にね。このターンでこいつを、多分体当たりでいけると思う。OK。翼破壊。いいよ。で、デスミラージュの前にポイズンアローで、状態上つけたい。2。うわ、マジで？マジで？マジで？マジで復活してくんの？それ予想外だったなぁ。マジか。ちょっと良くないなぁ。でも、回復は右が担当してんだよね。右というか、今、凍結中の左翼か左翼右翼でいいのかな、言い方。左の翼がね、多分担当してるんで、左の翼を潰してしまえば、回復は多分ないと思うんだよね。だから、ちょっとね、狙いを変えよう。デストロイで、ちょうどいいじゃん。凍結中のやつに、絵のダメージは2倍だから。おー、すげえすげえ。100ぐらいいったよ。うん。OK。デスミラージュで潰しとこうか。多分これで、ラピッドショットできるな。回復は多分できないと思う。うん。28。多分ね。99ターン自身の攻撃に追加。うわ、このこれ多分翼を潰したからだよね。ってことは多分もう片方が潰してしまえば防御がアップされるんじゃない。で、翼ね、まあそこまで回復弾道さえ消えてしまえば割といける気がするんで、残ってる翼は残しとこうか。これ以上強化されてもね、しんどいんで真ん中が。うん。ダメージが通るうちにね、このままやっちゃおう。で、デストロイ。50。うん。状態上もまあ厄介っちゃ厄介だけど、一体だけなんでね。で、しかも、お呪いは厄介なんですけど。で、まあ、台数次第ってとこもあるし。これ、毒入ってくれると嬉しいけど。うん。やばい。やばいやばい。で、どうしようか。高級使おうか。OK。で、リジェネレートはいいかな。殴ろう。ね。
初に攻撃してくれるのもあるし、ただこれそんな効かないんで、全然大丈夫ですね。で、外れたと。いいね。ラピッドショット。いいよ。何もかかってないよね。ちょうどよかった。で、マッスルハーブつけといて。はい。で、体当たり。幻惑、あ、そっか、普通の。オッケーオッケー。なーんもできてないね、このターン。ほい。45ってやばいよね、相手の攻撃力。さあ、毒を。上掛けしますと。うん、ラピッドショットよりもこっちの方がいいか。弱点だしね。あ、やべ。普通にやられた。マジか。はい。そうね、体力減ってたもんね。うん。お、やばい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 。また女王回復薬使うしかないか。そうだよね、この後リリーの後はあいつだから、応急使っとこうか。よっこう。オッケー。さあ、ミラクルハート、いかにもラスボス戦って感じだね。回復をね、ほぼほぼ回復になるっていうね、行動が。はい。貴重な攻撃。さあ、で、今で半分ぐらいかな。このまま強化がなければ。OK。あ、毒が地味に効いてるね。はい。で、ラピッドショットそんなに、だね。ポイズンアローにしとこうか。弱点だしね。ジェム1個でも結構なダメージが出てるんじゃないかと思いますね。今のクリティカルみたいにね。くそ。これうっとうしいな。さあ、回復しとこうか。こんなメンツでいいのかみたいな感じでね、最後まで、最後の戦闘やってますけども。はい、5。いいよね。さあ、毒ね。日本リリーはもう、ポイズンアロー固定かな。ああ、入んの。で、マッスルハブ。はい。で、体当たり。うん。オッケー。翼一個になってからすげえ楽になった。で、ポイズンアローね。いいよ。さあ、ようやくね、終わりが見えてきたと。増えた。この地味に回復するのやめてほしいな。で、まだ持つよね。魔石でどんどん貯めていこうか。
で、デストロイ。うん。いいね。50ぐらいかな。わお。ここに来て全体攻撃。さあ、これ。ブー。ちょっとまずいね。あいつ狙われたら終わりかな？ 10 回復。どうしようかな。どうしようかな。あー、どうしよう。回復しとこうか。で、全体回復入れといて。で、どうしよう。ローリングクロー。1.5 倍。はい。まあ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 。お、こいつ全然役に立ってないじゃん。1。さあ、もうちょっとで終わりなんですけど。うまくいけばこのターンで終わるかもね。うん。攻め切っちゃっていいかも。結構なダメージだけど。これは攻めよう。汚れ切った者どもよ。え？我が力を持って浄化されるがよい。これちょっと待って。翼両方先に潰さないとダメなパターンとかないよね。君たちは白の意志の力により行動を束縛される。